皆さんこんにちは。今日はピカピカレインを施工した後の洗車でナノピカレインでメンテをしてみたいと思います。とりあえずまず洗車をして、その後拭き上げと同時にやっていくような感じなので、やっていきたいと思います。車が終わりまして、ちょっと外装を 見に行きたいと思います。薄いのかなと思って、ある程度拭き上げた上でちょっとやったんですけど、そうするとかなり白く、拭きムラっていうか、そういう感じで残っちゃうような感じですね。なのでやっぱりこれは指示通り部分的に分けて、もう洗車の水滴を固く絞ったぞクロスで洗車の水滴を拭き上げるのと同時に仕上げていくっていう感じでやらないと、これ何度もやり直すとかなり白くムラみたいな感じになって、窓ガラスなんかも結構白く曇っちゃうような感じになりましたので、結構でもこれこっちの方が施工が難しいかもしれないですね。ちょっとこれは慣れるまでは要注意かもしれないです。結構白くなっちゃう、特にメッキの部分なんかがあんまり分けて、ブロックごとに分けた上で洗車の水滴の吹き上げ、洗車の水滴の吹き上げをしながら3回ぐらいのプッシュをして仕上げていく感じにしないと、でそこでその一ブロックが終わったらまたよく絞ってまた3回ぐらい吹きつけてって感じでやらないとかなり白くムラになります。黒い車に関しては、白い他の車は大丈夫だと思うんですけど、黒に関しては特にかなり注意が必要です。はい、失敗、今回失敗なので次回成功するようにもう一回やってみたいと思います。以上です。